やっていくぞー、うおー、バーチャルのパート4でございます。クリアしたい。ノーコンっていう縛りいる？いらない？いらないよね。そんな縛り必要ないよね。もはや俺と視聴者の間にノーコンなどという縛りは必要ない。そう思いたい。もうどの機体なら勝てるんかの。一番好きなのはこのアファームと B でした。B、一番好き。トンファー使えるんだよ。トンファーキック。トンファーキックが使えるんだよ。しかしなぁ。早く脱出したい。早くこのバーチャルの地獄から脱出したいよ。ない。ライダーキック。これがライダーキックですね。前回の動画でお見せできなかったライダーキックですね。なんとなく勝った。なんとなく勝った。はい、いいでしょう。さんさんサクサクっていくよ。まさかこのアファームの B でノーコンコンティニュー、ノーコンクリアしてしまうとは。キック外れ。ほら外れ。当たれ。食らった。実はこのバーチャルの遠距離から射撃をチュピチュピやってるようなゲームに見せかけて、結構近接が熱いというね。当たらんわ。うわー、多少のそこだ。ほらー、当たる。よし、トーパーの先っぽが当たった。トーパーの先っぽが当たった。これもうね、またしょぼいプレイをしてますわ。両トリガー押しによってね、トーパーをこう2回こうキュッキュッてする、そのあれに合わせてそれで戦ってるだけだもんな。これだもんな。ほら、当たんねえこんなの。ここに合わせる。外れ。これで当たってくるだけなんだかな。敵さんもちょっと学んだようだ。俺がバカの一つ覚えみたいに。これに当たった。ちょっと逃げられんかったな。もう半歩前で敵にねとどめを刺されていれば勝てた試合だった。しかしバーチャルのこのリズムがいいね。ほとんどログなしで、ログじゃねえ、ラグなしで戦闘に入れる。ライダーキー。こうやるとこうか。当たる。よし。この上。
上下利楽とかな、なんかね、攻略本みたいなの見たらさ、何の意味もないみたいなのって書いてるから。当たんないもん、だって、ほら。ほらな。ほらな、当たらないもん。当たらない。ナイスかわした。負けてるかこれ、まあ倒しきれんかった時点で負けと言っても過言ではないな。3戦目まではススッとこう濃厚できたけど、ここで詰まってる。バルバードス相手に、すごいな。見た、敵のビーム結構消してる。もう避けてる。ここで当たる。よし。当たったらもうこっちのもんよ。トンファーが当たっちまえばこっちのもんよ。まだ6分しかかかってない。このエンジェルなんかはかなり近接に弱い。なぜなら結構ナスだよね。当たってしまうから。ほい。どうしよう、最後、ラストショット。これで終わろう。あと一発が当たらんな。なんだっけこのモード、こんなんあったっけ。あ、遅くなった。惜しかったと思う。惜しかったけど、ちょっと爪が甘かったな。なんかやっぱり最後一発をきれいに決めようみたいな、そういうところがあったな。それによって負けたと言っても過言ではない。確かエンジェランこのステージさ、開幕サッカーボール蹴ったら当たったような気がするな。確かこれ、ほらやっぱ当たった。ういほい、でも当たんないね。普通に打ったんじゃないね。あ、普通に打ったのか。こんなに近いと当たるのか。弾かれるかも。よし。さあ、しかしね、ここまで来たのはいいですけれどもね、このブラッドスをね、ブラッドスだよ。勝てる気はしないよね。ブラドトスだったかな。近接しかないからな、武器が。近接になんとか。相手の、まあ、避けて、キックからの逃げ。正直全然効かんね。お?しかし 50.7 でもなんかちょっとこう、勝てる感じはあまりしないね。当たる。40% しか今効かなかったってことか。 10% では心もとないぞ。ライダーキックの代償はあまりにも大きい。ここから逃げ切れたら勝ちだがね。ああ、ちょっと巻きついわ。自ら弾の射線に入りに行ってしまった。そろそろこのプリズンからも脱出させていただいてよろしいんじゃないでしょうか。
脱出させてよろしいんじゃないでしょうかっていう、そういう判断は自分ができんで、終わるときは勝ったとき、勝って終わったとき、こんな途中で投げ出すようなまではできないか、さすがに。これで当てたいけど、当たるよな。当たるけど、隙大きいな、やっぱり。当たらんよ。当たる。つーり。今結構効いたよ。ここでライダーキックだろー。うお、負けてない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 、勝ってない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 、勝ったー。おお、ライダーキックが効いたね。ポンポンポンと。やっぱアファムド B いいね。アファムド B、 アファムドバトラーいいね。当たんねえか。待って、おっとおっと、もっと早く出せるのなかったかな。しょぼ、相手にいいようにやられた。 86.6%、 もうほぼほぼ完封と言っても仕方がない。いやー、めっちゃ戦ってるな。めっちゃバーチャルをしてる。一向にこんだけバーチャルをしても技術が上達することなく、ただ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 やってるね。ただただこうご利用してるね。これが当たるか当たらないかのギャンブルみたいなところが。くぅ、よし当たった。いい、よいしょ、当たらんわ。うー、きっちり。ここじゃねえよ。よし。よし、行こう、次に。サイファーだろ、どうせ。違った。アファームの B だった。同キャラ対決、熱いじゃないの。当たるわ。これだ。違う。違うね。よっしゃー、うまい。よし、これでも勝ったも同然。距離をちょっと置く。相手は焦って近寄ってくるしかないし、時間考えたら距離を詰めるしかない。うう、うまい。サッカーボール次行くぞ、次。アホームの B は合ってるね、俺に。俺に合ってるね。まあ近づって言うと、近づってこれはトンファー当てるかどうかという、ただそんだけなんだけど、それしかしてないんだけど。うまい。これもな、当たんないね。当たんないし弾くしって感じだね。弾く弾く。よし、隙を見せたね。これも隙がある。なんか思い出したぞ、なんかちょっと今思い出した。
横サイドステップっていうのを思い出した。俺のアホ。よし、まあよしとしよう。 0.5% 残しだけども、確かね、こう、まあ、ちょっとコマンド詳しいことは思い出せない、言えないけど、こうちょってやると、こう、相手の横に回りながら、こう、スカスみたいにダメージ与えれたような、そんな技があったような気がする。今思い出したけど、もう、それを試せる相手ではなかった。なんか、相手がくるくるっとこうサイドに回り込んで、ザクザクっとやるような、そんなステップを踏めたんだけど。当たるって。あれ、アファモード結構 43.8%、 結構効かせてるね。アファモード君やるじゃないか。君はやはり近接最強なのか、このゲームは。ここで下手なことをしなければ勝てる。ここで下手なことをしなければ勝てる。勝ったー、プリズン脱出やったぜ。濃紺ではないけれども、まあ、限りなく濃紺に近かったと言っていいんじゃないでしょうか。限りなくとは3、4、4、5回は負けたかもしれんけど、でもそれでも他のシリーズに、他のね、機体使ったのに比べれば、割かし生き残った感じもするしね。あ、フォームでよかったね。ということで、このバーチャロン実況をひとまず終わらせていただきましょう。もしも濃紺、白やこの、ヘタレアザラシがというふうなね、声がね、コメントの方にね、10個ぐらい届けられたら、10個でいいや。10個も来ねえから、1つすらコメントついたことないから何とも言えない。10個も来ねえ。10個来たらね、その時は濃紺した動画を上げましょう。濃紺した動画をね、濃紺するまで延々こうクソザコプレイは上げていくんじゃなくて、もうビシッと1本だけね、ちゃんと濃紺したやつってのを上げましょう、うん、それで1つね、形として示そう、男気を示そう。しかし、まあ、その男気を示すって言うんだったら、そのね、10個コメントがつかなくてもやりゃいいんだけどね。まあ、これ以上このバーチャロンプリズンにね、収監され続けるのも若干疲れてきた。疲れがもう見えてきた。また別のタイミングでやりましょう。いやー、でも久しぶりには楽しいな。このね、延々一人でやってたからね、バーチャルも。誰かと対戦するとか、そういうことはしてきてないわけよ。で、ゲーセン行くとこのツインスティックだからね、2本のツインスティックの操作には慣れてないからね、プレイできないし。となると、まあ、このコントローラーでやることになると、コントローラーでやると、テレビ画面とかでやるとね、2分割の小さい画面でやることになるから、いまいち迫力もいまいちな、あれになると思いますしね。だからネットでできるとね、バーチャル最高だったんだろうけど、時代がついていけない、いってなかったね。このバーチャルというゲームに、ネットという技術がいまいちついていなかった。ついていってなかったね。もしもこのネットとバーチャルが組み合わされば最高だろうと思ったけど、なんか Xbox あたりが発売されてる気がする。しかしそんなに盛り上がらなかったような気もする。色変えたりしてね、ネットで対戦できたら楽しかったろうなとは思うけどね。ということで、バーチャロン実況パート4だったかパート5だったか忘れたけども、一応ね、最後のボスを倒すことはできたんでね、一番難しい難易度でね。まあまあまあ、どうしていきましょう。AZA でアザラシのアザ。AZA。いらねえか。AZ だけいいや。アズだ。アズニャ。ね。うん、タイムアタックちょっと面白いな。タイムアタックってことは要は、ゲームオーバー。タイムアタックってことはそんだけスッとクリアしたっちょうだね。お、ぴったしもう19、20分に近づくあたりだ。いい感じだね。セーブ終了。はい、ってことで、バーチャロン実況でした。短いシリーズでしたけども、お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。まあね、公約通りね、もしもコメントで濃紺君にしろっていうそういう声があったら、やります。ね、コメントで10個ぐらいあったらやります。しかしまあ、
ないでしょうからね。実質ここでのバーチャル、ここでのバーチャル、もうバーチャルの実況することないだろうね。ではほなまた別の動画でお会いしましょう。